アローハーエビバリシェケナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキキのコーナーです。はい、今日2020年5月17日日曜日、はい、ハワイはこんな青空と、綺麗な雲、はい、こんないい天気です。ただですね、ちょっとね、風はまだ強いんですけどね。はい、今日は昨日の動画でお約束した通り日曜日なんで、景色のいい場所に来てみました。はい、ここはどこでしょう。はい、この大通り、はい、皆さんお分かりですね。はい、ここアラワイブルバードの横にあるアラワイ運河です。はい、ここね、天気のいいこういう日にはすっごい水面、水の面がキラキラしててですね、すごい綺麗なんですよ。でね、向かい側に、アラワイゴルフコース、世界で一番混むコースって言われてるゴルフコースなんですけど、それもあるし、あちらにね見える、町ですね。はい、それから山、はい、そしてなんとここからダイヤモンドヘッドの後ろの方を見えるという、はい、そういうところがアラワイ運河です。はい、ところでですね、皆さん、アラワイ運河ってどういう意味か知ってますか。はい、もちろんハワイ語なんですけどね。はい、アラワイのアラは、通り道、通りって意味です。はい、でワイなんですけど、これまさに水、そういう意味です。はい、なのでですね、アラワイっていうのはそのまま水の通り道、運河ですね。はい、ということでアラワイ運河、僕個人的には頭痛が痛いっていうような表現と一緒で、なんか、意味が重なってるんじゃないかなって思っちゃったりします。はい、ということでですね、今日の最後のうちどうだったでしょうか。個人的には面白いと思って紹介しましたが、皆さんの、コメントをお待ちしてます。はい、ということでですね、今日も見てくださってありがとうございます。明日から、5月の18日月曜日、始まりますが、5月の15日のね金曜日から、ワイキキのショッピングモールとかリテールとか開いてます。なので明日カラカワ通り、人が、いつもより多く歩いてるかもしれません。なんでそんなね、またワイキキの様子を明日もお伝えします。それじゃあ今日も見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロ、バイ。